市川隆久の国際不動産投資成功塾。皆さんこんにちは。市川隆久の国際不動産投資成功塾ナビゲーターの吉川涼子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さんこんにちは。はい、こんにちは。国際不動産エージェント代表の市川隆久です。さて、はい、涼子ちゃん、はい、皆さん明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。新年明けましておめでとうございます。パチ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 。2020年ですね。そうですね、はい、初っ端の放送ということで、まあ今年は令和2年ですね、はいはい、やっぱりねいろいろ世の中が変わっていく中で、まあ、また年の初めになると皆さん普通何を考えます？今年の抱負？抱負今年は何を頑張ろうと思ってますか、涼子ちゃんは？何でも。なるほど、何でもね。はい、じゃあ英語を勉強しようか。あ、英語もいいですよね。うん、はい、Nice to meet you。あ、Nice to meet you。って言いますよ、本当最初に会った時、ね。そうですよね。うん、だからね、ぜひね英語の勉強をまずしましょうかね。あとボディーランゲージとか。ボディーランゲージはこれ電話で英語が喋れるようになれば大体大丈夫ですよ。市川さんこの間電話で、そうでしょ、聞いたでしょ、はい、びっくりしました。英語でかかってきたやつを英語で答えたでしょ、はい、もうね英語で電話かかってきた時にもうメールくれとでもちゃんともう電話で喋れますよ。そうですね、やっぱり出張の回数が増えるでしょ。特に私勉強してないんですけどどんどん喋れる、うん、ね、もともとベラベラ喋れる人ではないんですけどでも喋れますよ、うん、全然なんとかなる感じなんですかね。全然大丈夫、全然大丈夫。うん、だって、まあ、喋らないと出さないと入ってこない、喋ると聞き取れる、これが原則なんですよ英会話って。聞いてるだけじゃやっぱダメ、喋っていくと出てくる、聞こえるっていうことにつながるので。だ最近ね僕ね海外行くことが多いでしょ、はい、でねこの間ね白馬に行ってきたんですね、うん、まあ、仕事でなんですけど。白馬ってインバウンドで外国人がいっぱい来てて、お店とか周りとかねメニューとか喫茶店入っても英語のメニューとかばっかりなんですよ。あ、そうなんですね。で店員さんも英語ベラベラ喋れて周りが外国人の人しかいなくて、これがまたねいわゆる西洋人的な人が多いので英語バシバシなわけですよ。そうするとね落ち着くの私、日本人がいない方が落ち着く。あ、逆に落ち着くんですね。落ち着く、慣れちゃった。だから日本人が下手にいないとなんだろう、ひそひそ話日本語でもできるからかもしれないけど、非常にね環境って恐ろしいね。だからねまたね今年もですね、まあ、外国に行くことが私の今価値を高めてる。でも私やっぱりね今年はですねもっと名前を売りたい。そうですね、なのでポッドキャストだけじゃなくてねちょっとね YouTuber になろうかなと思ってます。いいですね。ぜひですね私の YouTube が始まったら見てほしいねというふうに思うぐらいのことを思ってますんで。なるほど。だからいい投資家見つけてくださいね。そうですね、話は飛びましたけど、もし投資したいのであれば国際不動産エージェントに、はい、はい、吉川涼子まで、あ、よろしくお願いいたします。はい、はい、今日は市川さんに令和2年度税制改正大綱について、海外不動産に対する個人所得税の中古建物の快速減価償却ができなくなることについてお話ししていただきたいと思います。うん、大丈夫？読んでてこれ今日本語通じた？はい、ですねこれ今年の第一発目のポッドキャストにこのテーマをちょっと選んだのはね、やっぱり大きなこの海外不動産業界ってほとんどもうニッチな業界なんだけども、令和2年度の税制改正大綱っていうのが実は与党からもう発表されまして、で、海外不動産って海外不動産を買うことで、減価償却をうまく使って自分の年収を下げましょうっていうことが随分まあここ何年も結構やってきてたというかですね、まあ、前からやってはきてるんだけども、そのあたりが注目されてかなりアメリカの戸建ての不動産とか一戸建ての不動産をまあね、が売れてるとか買ってる人もかなり増えて、まあ、節税商品的なものになってたと。でこれは、まあ、いわゆる税金を取る側からするとちょっとやりすぎじゃないのとい
という話が前からあって、で、何年か前にこれはいかがなものかっていう提言が出たんですね。出たんで、普通そこでほっとくわけにはいかないんで、まあ、すぐ 対応するかと思いきや、やっぱ消費税の問題があってですね、消費税がちゃんと落ち着いて通るまではこの話は置いとこうという話だったんですよ。それがもう消費税 もう上がりました。で、でもまだ運用を含めてあと1年あるので、正確に言うとこの令和2年度からじゃなくて、実は3年度からなので、来年まではセーフなんですけど、再来年以降は海外不動産を使った快速減価償却という個人所得税に関してもですね、年収圧縮というのがまだできなくなるというのが、もうあの今回のですね、税制改正大綱で決まったと。で、じゃあ実際にはいつからこれが、いつ正式に決まるかと、3月の年度末の国会で、令和2年度だから、来年度の税制改正には乗るんですよ。でその中にもう案も出てて、自民党と公明党がもう案を出してて、これで、ね、あの過半数以上取ってるわけだから、そこで実際もう通るわけですね。でそれが通るとどうなるかというと、今言った快速減価償却を個人では使うことができなくなるということになります。でただですね、このポッドキャストずっと聞いていただいている方は、快速減価償却って何ぞやってことについて、まあ、かなり理解されている方も多いと思います。ただ、初めて聞く方もいると思いますので、ちょっと簡単に解説したいと思いますけども、はい、日本の場合の個人の所得税っていうのがですね、まあ、住民税も合わせて年収がですよ、まあ、4,000〜5,000万とかになってくると、どのくらい年収あれ取られると思いますか。何パーセントぐらいの所得税と住民税合わせて何パーセントぐらいになると思いますか。半分ぐらいですかね。さすが半分ぐらい取られるんですよ。だから例えばですよ、5000万稼いだらね、5000万稼いだら前あの税金いくら払うのって、2500万。そう、まあ、2500万残るじゃないかというのが庶民の考え方だけど、5000万稼いでる人からすると、半分持ってかれるのと。これがですよ、だいたい1000万以下の人とかになると、それでも 30% ぐらいは取られているんですよ、あの住民税と合わせて、はい、だから3割負担がでも5割負担ってなるでしょ。これを累進課税っていうのね、要は稼げば稼ぐほど税金持ってくよみたいな。でそのパーセンテージが上がる、まあ、金額が上がるとそれに対して、もちろんあの分母が多くなるから、もちろんそれに対して税金も多くなるんだけども、だからもう今でいうその5000万以上稼いでる人って結構いるんですよ。まあ、お医者さんとか、何々業界のトップ営業マンとか、まあ、弁護士さん稼いでる人とか、まあ、もちろん会社経営者っていうのもいるね。だそういう人は結構税金払っているんですね。なんで、ただですね、減価償却って何かっていうと、今度片や。減価償却って何かっていうと、普通は10万円以下のものを買うと、経費でポーンって、落とせたり、まあ、個人で落とせないものもあるよなんだけども、実際はそれを使って、まあ、個人でも何か、まあ、不動産で言えば賃貸業をやってるから、それに対してかかった経費は落とせます。でも減価っていうのは、減価償却っていうのは、建物を買った時に1年で全部使い切るわけじゃないから、それを1年でポンと落とすにはあまりにも、落としすぎだと。でこれが太陽光とか過去ね、グリーン減税っていうのがあって、1年で全部落とせますよって時があったりしたんですよ。そうするとみんなそれを使うわけだって。そうすると1年間で買った原価を全部自分の年収から引けるって、ものすごく有利なんですよね。そうですよね、うん、でそれを思うと、あのなんだろうな、税金的に言うと、まあ、取る側からすると取りっぱぐれるというか、あの払う側からすると非常にラッキーすると。でそれはまあ庶民的な考え方で言うとあれなんだけども、あのあんま稼いでない人から言わせると、まあ、不公平だというか。でもそもそも稼いでる人から言わせると、そもそも多く払ってんじゃないかという話もあるので、それは僕は法律さえ、まあ、ある意味税制がちゃんと法律で決まってる中で言うと、それは脱税ではなくて節税ですから、全然それ自体にあのなんていうのかな、問題があるとは全然思ってないんだけども、これ自体が、できなくなると。で実はね、今までってこの税制の改革のポイントは何かというと、今まで買った人も減価償却って、まあ、木造だったら一定の築年数を過ぎたものに関しては快速で減価償却ができます。快速っていうのは、
スピードで減価償却ができるので、もともと木造だったら22年間かかるところを22年過ぎていれば4年間で償却できるんですね。実はで4年間で償却できるっていう、4年間は毎年4年4分の1ずつやることができるわけですよ、建物、はい、で、例えば今までだったら今年買いました、来年再来年、今年再来年再来年、もう1年4年間分全部できましたと。で、実は注目してたポイントっていうのは、それが今年か来年までは買った時から4年間全部できんじゃないかというふうにしてたのが今までの通例だったんだけども、今回の税制改正のポイントは、令和3年度以降の、所得税申告に関しては全部海外不動産の場合は、損益通算を認めません、減価償却を損益通算することを認めませんと、だから年収下げることはできませんということになっちゃったので、今まで買った人であと1年残ってるよ私とかいう人もダメなんです。ということはどうなるかというと、まあ、そこういう、もそうでね、僕が一番言いたいのは、そういう目的をもとに作ってる商品っていうのが結構あって、はい、そういうのって結構割高だったりする商品が多かったりして、それをまあ、気持ちよく買っちゃってる人もいる中で言うと、そういう商品の値崩れを起こす可能性はあるねということとかもあるので、そのこの1年間来年1年間をどう過ごすかってことに関して言うと、まあ、今までやった人に関して、もちろんこれ個人じゃなくて法人だったら別に適用されないので、法人に切り替えてやることもできますよと、だから法人に切り替えてやることもできますよっていうことで言うと、法人に売ってやるっていう、そういうテクニック的なことも当然できますし、まあ、いろいろ法律っていうのは改正した中でまたここまではできるできないってことができてくるので、別にそれであちゃー全てがなくなるわけでも全然なくて、やれる人がいたらやった方がいいと思いますけども、少なくとも今回解説したいのは、今までやってきたものがついにできなくなりますよっていうことに関しては、決まったので、よりですね、不動産投資に関してはシビアに見ないといけない。これはどういうかというと、まあ、税金で得してるからどんな物件買っても、極端なことを言うといいじゃないと、見にも行かなくてもいいじゃないと、人任せにしててもいいじゃないというような、まあ、楽ちんな話は通用しなくなりますよと。その自分でこの不動産買ったらちゃんと、まあ、将来、値上がりする期待が持てるのかとか、ちゃんとしたお金が入ってくるんだろうかとか、アメリカの不動産もね、っていうのをちゃんと見極めた形でやらないといけないのかなっていう気はします。そこが一番言いたいとこですね。なんで、まあ、税金が変わるということ自体はだんだん、まあ、生命保険とかもそうですけど、はい、封印されてってね、節税っていうのが簡単にはできなくなってくる時代にだんだんなってくるんですね。だけどまたできるものはできる、できないものはできない。でも海外不動産の投資の基本というのは、ちゃんとした物件をちゃんとした形でところから買うということさえすれば、そんなに間違えることはないので、まあ、そこを気をつけてほしいなというところですかね。はい、はい、ありがとうございます、はい、ということなんですけど、今回ですね、はい、今年だから2020年の1月の23日の木曜日から25日の土曜日、3日間、23、4、5、第3回資産運用エキスポというのがですね、ビッグサイトで行われますけども、はい、こちらにですね、国際不動産エージェントが出展いたします。はい、はい、パチ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 と、パチパチ。でこれは、リードエグジビジョンジャパンという日本一最大の会社が運営している、イベントでありまして、まあ、何万人という来場者が予定されていますと。実際何人か数えてるのかって話はちょっとよく分かりませんけども、で210社が出展しますよと。で不動産投資とか、企業投資とか金融商品とか含めたですね、そういうものが一気に集まって、まあ、フェアをやりますよと。でそこに実は国際不動産エージェントとしては3回目なんですね。で1回目からもう出展してます。で今までは、まあ、分かりやすさも含めてドイツ不動産ということに特化してたんですけども、今年からですね、今年はですね、どんな風にやるかというと、国際不動産エージェントはもういろんな国の不動産をいろんな視点からもう扱えますよと。で扱って皆さんの身近なものにしたいと、そこに信頼性を増すような形の提案をしたいですよってことが僕らのブースに来れば分かるようになる。だから海外不動産はよく分かんないとか、そんなような人がですね、ぜひいっぱい集まってほしいなと。そうですね、いう気がします。
だからどこどこの国というんじゃない、結局なんでかというと、あの国際不動産エージェントってもうどこの国ですかって最近聞かれなくなってきたんだけど、どこでも扱ってます。まあ数だけで言うと70カ国実は扱えるんですよこれが、はい、でそれをじゃあどんな形で僕らはあの考えて提案しているのかとかっていうようなことなんかをあのちゃんと見てもらえるような場にしたいなと思ってますので、ぜひですねあの、まあ、お立ち寄りいただいて、その、まあ、その中でちょっとなんていうんですかね、パネルディスカッションタイムとか、まあまあミニセミナータイムとか、動画を配信するとか、まあ非常にあのうちの今あのホームページ見てもらうだけでもコンテンツは面白いんだけども、そこでですね来て楽しんでもらえるような企画がいっぱい目白押しで、外国の、不動産会社の人も若干協力していただいてですね、いろんなあのお話ができるかなという気もしますので、ぜひ見に来ていただきたいなと思いますが、はい、いいですかこれ、はい、ぜひね、吉川涼子もいますよということですね、はい、言ってみればね、そうですね、はい、相手がいい人は来てねと、すごいレアな方ですね、うん、いや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 、多分ですね整理券配ってあのカメラ小僧じゃないや、そうなったらいいね、そうですね、うん、そしたらもうポッドキャストもすごいってことですね、そう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 ね、ぜひね、はい、頑張りましょうね、はい、はい、ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。